こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は FBA の補充個数ですね。売れた商品をまた販売するというのが、非常に重要なんですけど、この時、何個入れるのか、これはもうルール決めしてですね、できるだけ迷わず、納品できる形にした方がいいです。で、まず、1個、納品してですね、売れたら3個納品すると。で、3個売れたら10個、あるいは1ヶ月分の販売量のうち少ない量を納品するという形で今までルールを決めてきたんですけど、確かに今、利益率の高い商品だと、1ヶ月に1個しか売れないとかですね、あるいは2ヶ月に1個しか売れないなんていう商品も、ポロポロ出てきてます。そういった際は、補充個数は、1個売れて補充する際、例えば2ヶ月がかりで1個売れたと。で、これ3個入れちゃうとですね、半年分の在庫を入れてることになっちゃいますんで、半年分はね、ちょっとやっぱ多いんで、この場合は1個。1ヶ月の在庫、または、3個、いずれか少ない方という形で、切らさないかといって過剰な在庫を持たないという形で補充していってください。繰り返します。まず1個売ってみると。これが大前提ですね。もう初めはもう必ず1個にしてください。売れると思ってね、思い切って10個買っちゃったとか言って、売れないと凹むんで、それ売れない商品どうしましょうっていうのに神経取られちゃうとですね、儲かる商品は全然見つけられなくなっちゃいます。だから、初めは1個と。で、売れたら3個。ただ、3個よりも1ヶ月に売れる見込み個数が少ない場合は、その少ない方の個数で入れてください。で、3個売れたら10個。ただし、もうこれ、1個は月間発売量は、月間販売個数が1個ならですね、もう1個入れたら1個補充で、それ以上増やさないというような形で、入れていきます。そんな形で、できるだけもうこのルール通りにやって、決断しなきゃいけない作業を減らすと。で、その分、もうストレスを減らして、商品を買ってテストする、売れた商品を補充する、売れた商品を探すと、この作業だけに集中してほしい。それがこの1、3、10っていうルールを決めてる理由ですね。1、3、10なんですけど、1の次の3とか10のところは、1ヶ月分の販売量のですね、を上限とすると。1ヶ月の販売量より、多くはしないというのをまず、ルールとして覚えておいてください。で、月間利益30万以上上がるようになってきたらですね、またルールの見直しをします。利益率の高いものは販売期間を、失ってるところないかと。ね、ホリデーシーズンなんかで品切れになるリスクはないかと。そういうのを考えて、見直しもしますけど、とりあえずはもう初めの30万稼ぐまではですね、初めの30万というか月間30万の利益を超えるまでは、この1、3、10、または1ヶ月の販売個数の、少ない方、これを補充していくのをお勧めします。ルールは、このやり方が一番皆さん稼げてると。ストレスも減ったり、販売個数の販売機会のロスも最小限に済んでて、それでいて売れ残りを気にする、心配もあまりないというので決めてますんでね、守っていただいた方が、いいかと思います。もし、ご質問あればですね、どしどしお寄せください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。